MC まみこだよ、チェルミコだよ。2020年1月4日土曜日夜8時半チェルミコのでもまだ土曜日始まるよ。TBS ラジオを聴きの皆さん、はじめまして、チェルミコのレイチェルです。まみこです。今日から始まったチェルミコのでもまだ土曜日、ラップユニットとして活動している私たちのラジオ初レギュラーです。すごいよ、初めて。はい、今聴いてもらってるのは私たちチェルミコのプレイヤーという曲です。はい、ラッパーです。ラッパーだからかっこいいのよ。そうなのよ自分で言うことじゃないんだけどいやでも言ってこ、まあ、そうだからラッパーだから、うん、その初ラジオってこともありますし、うんうん、ちょっとトークのプロではないっていうことだけ、そうなのよ、知っていただきたい。なんかラジオやってるラッパーで、うんうん、クリーピーナッツさんいるでしょ、うんうん、あれとは違うから、もう違う違うと、うん、して全然違うから、本当に全然滑らない話とかもできないし、できない、人生に役立つ教えも持ってない、持ってない、何も言えない、言えない、何にももうないんだから、空洞なんだから、空洞本当にダメLINE ニュースのこととかしか話せないもんね。そうそう、普段もそれしか話してないから、うん、本当にだからラジオにおいては単純に20代女性2人の会話、うん、そうだね、いろいろちょっとラッパーとか言っちゃって混乱させちゃったと思うけど、うん、それ全部取っ払ってちょ全部はあれかもしれないけどちょっと片隅に入れて言ってもらうぐらいでいいか。そう、うん、20代の女子2人だと思って、そうなのよ、聞いていただきたい。だから女子中学生、うん、女子高校生なら教室で一緒におしゃべりする感じで聞けたりもするし、する OL だったらね、給湯室でね、うん、喋ってる感じ、ちょっとダベってる感じなのかな、ママ、まあ、公園でママ友と喋ってる感じ、うん、まあ、そんな感じで当てはめてもらって、そうとにかく2人はただただ楽しく最近のことをお話しするっていう感じなんですかね。そう、うん、公的なその雑談の場を設けてもらってるぐらいの、うん感じ。そうなの。そうで、ちなみに男の人は、うん、マックの隣の席の女子の会話を、ちょっと盗み聞きしたりね、うん、そんな感じなのかな。だからすごいよ、もう本当盗み聞きとかってちょっとさ、うん、こう後ろめたいところあるけど、うん、これはそう堂々と見てチェルミコのラジオって言えるし隠さなくていいよ。そうなんだよ、うん、チェルミコ素晴らしいラジオ始まったねっていうことなんです、うん、そうなの、うん、だからもう本当にいろんな人に言いふらしてほしいし、うん、なんか一緒にね、なんかもう相槌とか打ってほしいの、やべえやつになっちゃうかお家だったらいいかも、うん、まあ、お家とか、うん、人目のつかないところで、まあ、スキン好きに、うん、いいよ別にもうやばいやつだと思う。おのおのなんかさじ加減で言ってください、うん、やってください、うん、とにかくね、土曜日の夜を私たちと一緒に楽しんでほしいという、本当そういうことことなんですよ。まだ土曜日です。そう、明日は日曜日でもまだ土曜日、うん、事実言ったね。当たり前なんですけどねうんうん、で、まあこんな言ってますけど、うん、チェルミコって何なんですかっていう話ですけど、ね、ラッパーってことは今お伝えしましたけれども、ね、まあちょっと軽くじゃあ説明してください。あ、はい、じゃあ説明します、うん、はい、2014年結成のラップユニットです。正しい、はい、事実ですね、うん、で金髪のレイチェル、私レイチェルと、うん、黒髪ショートカットがマミコちゃん、はい、私マミコですね、はい、まあ、詳しくはホームページとかで写真とか見たら一発で分かるから、うん、すぐ分かる、こんな分かりやすいみたいな、分かりやすいたまにさ、こんな分かりやすい見た目なのにさ、うん、私レイチェルの方がさ、うん、ショートカットじゃない方とか言われるの、じゃない方じゃなくない私って思って、金髪って金髪がさ一番最初に、めちゃめちゃ身長でかいから私173センチあるもんね。そう、それなのにじゃない方っていうぐらい、やっぱマミちゃんも個性あるし個性的な見た目なのかなっていう感じなので、うん、分かりやすいので、まあ、一回調べてみてほしいです、うん、そして TBS ラジオでは、うん、ライムスター歌丸さんのアフターシックスジャンクションに出演したことがあるんだよ。そうなんだよね、すごい、すごいアトロクに出ちゃった、ね、すごいよ、緊張したよね、あの時めっちゃ緊張した。大先輩だから、早口だし、早口だしねもう何言ってんのか分かんなかった、それダメか失礼すぎる分かってんだけどすごく分かるんですけど、ね、切り返しにすごい時間がかかっちゃって、うん、本当にオタオタしちゃったから、口の感じでしたね。いや、もう本当に頭の回転早かったけど、うん、まあ、そんな感じで、うん、我々どんなラップしてるかというと、うん、明るいラップ、明るく元気、うん、明るく元気でも、ちょっとクールなラップもしたり、うん、しっとりした曲もやったり、うん、いろんな一面を持ってる。そう、まあ、ディスとかはしないしないね、悪口は言わない、うん、悪口とか喧嘩、うん、本当に NG です。体力使うから、本当に疲れちゃうから、ね、疲れちゃう、本当にみんなできるだけしたくないはずだから、うん、本当は、まあ、そういう音楽性ですね、うん、聞いていただけたらね、うん、分かると思いますけど、うん、
まあ、泳ぐね、うん、泳ごうね自分でリプレイしちゃったリーワーイラッパーだからねあのおいおい私たちのことは知ってほしいんですけれども、うん、リスナーの皆さん聞いてください、はい、うん、マミちゃんは今感動で破裂しそうなんですもう破裂したのかもしれない今一周回って緊張してないもん、うん、なんで破裂するの。ラジオが大好きなんだよ暑いな本当にラジオが大好きなのだからもう本当に TBS ジャンク、うんうんうん、ずっと聞いてるんですよ。それこそバナナムーンとかね、うん、メガネビーキとかもずっと聞いてるし、うん、アトロクで TBS にお邪魔して9回、うんうん、ラジオのところにお邪魔した時にさ回数までもう言っちゃうよ、うん、もうその時点で感動してたし、うん、あのジャンクのプロデューサーのね宮崎さんという方にそこから、うん、そこでお会いしてもう本当にもう涙を流すという泣いてた場面もありましたし、キモマミちゃんってさあんまりキモいのバレてないのなんでなんだろうこんなにキモいのにね、めちゃめちゃオタクなのにね。いやでもバレたくないから。あ、そっか、うん、隠してんのねちゃんと。そうそうそう、まあでもねせっかくねラジオ出れてるのは大好きな思いが伝えたことがあるよね。で、うんうん、でさこの番組ね、でもまだ土曜日チェルミコの、うん、バナナマンの番組の AD の泥棒がディレクターで、うん、バナナマンさん、そうバナナマンさん普通に茶の間だったわ今そうだね、普通にファン目線で、ごめんなさい茶の間目線で今言ってしまいましたすいません、バナナマンさんですね、うん、で、あとおぎやはぎさんのサブ作家、うん、水野さんが作家で今言うんですよ。あ、これすごいんですよ。そういうことなの、うん、バナナマンさんの番組の、うん、AD なの、 AD の泥棒がディレクター、クターどういうことなんそれで、おぎはぎさんのサブ作家の水野さんが今作家で、うん、そういうジョブチェンジありなのTBS って結構フレキシブル。いやまあまあまあそういうこともあったりするんだよね。へえ、まあ、だから2軍だよね、うん、でも言うんかい。それを言ったら、うん、まあ、レギュラーねのラジオ初挑戦の我々も2軍なわけですよ、うん、2軍だよ。だからもう軍、2軍ラジオ、2軍ラジオ本当にこれはいやでも軍にすら入れてないレベル我々なんかは。確かにね、うん、全然上、水野さんと泥棒さんの方が。いやいや、まあでもね、そんなディレクターの泥棒さん、うん、ディレクター泥棒さん、うん、いじってる職業でいじってないんじゃん初回のサプライズ用意してくれたんです、うん、え、サプライズできんの、うん、これがね、この前の打ち合わせ風景をねなんか録音してたみたいで。え、ちょっとじゃあそれ流してもらっていいですか。これタイトルをさせていただいて。あ、はいはい。ダサすぎる。ただでいいです。土曜日、まだ土曜日にしよう。でもまだ土曜日に。音割れてる。2軍のサプライズやば。2軍だね、サプライズの仕方も全然できてないじゃん、ね、初サプライズだから仕方ないよ。タイトルの、うん、多分提案をしてる時に、うん、の音だったような気がするんだけど、感じはするけど、もうちょっと寄り添いたかったけど寄り添えないわね。組みたかったけど組めなかったね、うん、ダメだわ本当に。大丈夫かな、え、頑張れ、ね、え、初回でこれやばくない転べないから。サプライズ、サプライズじゃねえんだ。喜んでもらえると思った。何だと思ってる私たちのこと。え、わーって言うと思った。何だと思ってる。何なんて。まあまあまあ、本当に何考えてるか分かんないけど、まあ、でも始まりますから、うん、始まりますから30分、うん、やるからにはもう本当に、うん、一緒にみんな仲良くやっていきましょうね。やっていきましょう、はい、ちょっと盛り上がっていきましょう、うん、はい、はいはい、ということでね、メールも待ってます。アドレスは、はい、demo@tbs.co.jp、 demo@tbs.co.jp、 番組ツイッターのハッシュタグもあります。ハッシュタグでもまだ、ひらがなででもまだです。よろしくお願いします。お願いします。本当にメールしたりつぶやいたりたくさんお願いします。マジでお願いします。チェルミコのレモンまで土曜日TBS ラジオ、チェルミコのでもまだ土曜日、チェルミコのでもまだ土曜日やってます。さっきも少し話してたけど、うん、マミちゃんはラジオのどんなところが好きなの本当にレイチェルが質問してる私が私の意思で私の考えた、本当に聞きたいと思っていますかうん、本当にラジオの好きなところ、ラジオの好きなところ、 でもね、うん、やっぱ何かしながら聞けるのはいいよね。まずあ、食器洗ったりとかさ、うんうんうん、なんかしながら聞けるっていうのもいいし、うん、私だから特に深夜ラジオをさ、うんうん、聞いてて、うん、まあ、お笑いが好き、そっかそっか、だからその生放送で、うん、こう夜中ちょっとね、うん、あんまり寝つけないなって時とかに、うんうん、その人たちの声が聞こえると、あ、生きてるんだなでかいな
安心の仕方でもなんかなんでなんだろうね、テレビも好きですけど、うん、ラジオ、ラジオいつから聞いてる、いつからだっけ、中2とかじゃないかな、中2だよね、大体大体にハマって大体中2だね、うん、中2の時に、うんうん、その時は何で聞いてたの、うん、今はさそれこそラジコとかあるけどさ、あのねあれ iPod クラシック、私お兄ちゃんが2人、兄2人、うん、分厚い iPod、 そうそうそう、うん、その兄のお下がりのクラシ、うん、iPod クラシックをもらって、それでね、あの、うん、ちょっと他局ですけど、クリームシューのオールナイトニッポンのポッドキャストが入ってたのよ。何ポッドキャストって何言ってんだい、なんかあるのよポッドキャストっていうものが、うん、それなんなん、それはラジオのアフタートークっていうか、うんうんうん、なんていうの、とにかく短いバージョンのラジオ、うん、え、それはダウンロードされてたの、そう、ダウンロードされてたの、お兄ちゃんが聞いてたの、過去に、あ、なるほどね、過去に放送してたものがたまたま入ってて、これなんだろうって思って聞いたってこと、そう、クリームシチュー、うんうん、好きだったから、そうそうそう、うん、好きだったから聞こうって思ったのが始まり、うんうん、中2の時だね。へえ、それで、うん、ラジオっていう文化があるんだみたいな。あるんだと思って。で、私、うん、通学の時間がすごい長かったのよ。うんうんうん、学校に行くまでの。うん、だから、その時にラジオ聞、そのポッドキャスト入ってるから、ダウンロードされてるから、もうそれで聞いてたりとかしてたのよ。あ、そうだったんだ。え、リアルタイムで聞くようになったのは何？リアルタイムでは、うん、高校生ぐらいの時に、うん、バナナムーンとメガネビーキを聞き始めたのかな。へー、いきなり、うん、深夜ラジオ？いきなり深夜ラジオ。まあでも、うん、そうだね。すごいね。お笑いから入ってるから、好きな芸人さんがやってるっていうので聞き始めてるから。うん、そうそうそう、ね。そんな感じかな。ラジオは。レイチェル聞かないもんね、あんまり、ね。あんまり。ああ、どうなんだろう。でもあれか、聞いてたの。中2の時。うん、それこそ。どんなラジオ？田村ゆかりのいたずら来る。ああ、声優さんのね。ちょっと他局で申し訳ないですけど、コムチャットカウントダウンとかね、聞いてて。うん、で、私あれで聞いてたの。大きいラジカセ？ああ。カセットテープも入るやつ、うん。あれで聞いてたんだけどさ、ラジオ聞くのにさ、こう長い棒あるじゃん。うんうんうん、ついてるのよ、本体に、うん。シュッシュって。あれかっこいいなって思って撮っちゃったの。そしたら聞けなくなったんだよ。そっから一回も聞いてないラジオ。一回ミスっちゃったら、うん、ミスっちゃってなんか、うん、もう聞けないんだって思って。でも今はいろいろ聞けるじゃん、また。そうそう、だからラジコで結構マミちゃんにおすすめされた、うん、ラジオの番組とか聞くように。アルピーとかね。そうそう、確かに聞いてる。確かに聞いてるよね、うん。周りでラジオ聞いてる女の人ってあんまりいない。女の子はいないとか、あ、男女比みたいのあるの？いや、わか、まあでも男の人の方が多いんですかね。どうなんですか？へぇ、え、わかるんですか、それどっちが聞いてるとかって。勘ですか？まあ勘で言ってます。詰めてます。違う違う違う、水野さんのこと詰めてます。詰めてるつもりですよ、なんか。すみません。ショベスコだと、うんうん、男性が女性がっていう、男性の方が多いのか。へぇ、なんかラジオの話する相手とかいるの？あ、でもね、うん、いるいる。でも、うん、男の人だね、うん、あの漫画家の、うん、とんかつ DJ あげ太郎っていう漫画家の作者の小山とか、あ、はいはいはい、小山、うん、あとはチェルミコの、うん、ミュージックビデオタイムレスっていうミュージックビデオを撮ってくれてるババっていうやつがいいんですけど、うんうん、ババと小山と私の3人のグループラインがあって、うんうん、そこでいつもそのラジオの話とか、え、どういう話すんの、面白かったねみたいな。いや、リアルタイムで、うん、なんか実況するみたいな。その3人のグループ、そう、ツイッターとかでやればいいのね。いや、3人だけで、うん、内内でやってるんだね。そうそうそう、そうなの。そうなんだよ。で、その3人であれとか作ったりした、うん、アルピーの平子さんのさ、うん、ベガスイエローの車、あー、平子さんの愛車の、愛車の、あのミニチュアを作ったりした。あ、そう、うん、楽しかった。楽しかった。そんな感じかな。TBS ラジオも結構聞くってことだよね、だから。うん。どういう感じなの TBS ラジオって。どういう感じ、うん、イメージ。イメージなんだろう。これで合ってる、今やってること、私たちが合ってるか分かんないけど。それはちょっと分かんないですけど、まあまあいい感じ、うん、合ってるんじゃない。どういうこと求めてんの TBS ラジオ聞いてる人は。何目当て、何目当て、まあでも面白話。いや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 、私たちは、私たちは無理だけど、うん、その TBS ラジオ全体の傾向みたいな、ちょっと攻略していきたいじゃん、私はその聞いてるのが、ANA のオールナイトニッポンとジャンクってなった時に、うんうんうん、そのちょっとそのね、違い、放送局コントのあるあるみたいな、うんうん、わかんないけど、私の勝手なあれなんだけど、うん、その日本放送の方がリスナーがボケっぽい、あのメールを送りがちだなみたいな、
のは思う。で、うん、TBS の方がリスナーの方がツッコミっぽいんだなとかって、なんか私が勝手になんか思ったりしたことがある。あ、そうなんだ、うん、そういう違いがあったんだね。わかんないよ、私の勝手なあれですけど。でもなんかわかるって聞いてる人は今思ってるかもしれないかな、うん、どうなんですか、うん、合ってます。そうです、TBS の人は解説の人が来ちゃってどうですか。TBS ラジオも芸人さんがもうベテランさんがばっかりなんで、うんうんうん、もうそうですね、もう思ってるはずまないんだけどはずまない。すごい緊張してるんで。一番緊張してませんか。私も緊張してるけど、マミちゃんが意外と緊張してない気がする。確かに、なんでなんで。周りが緊張してると、でも緊張しないようにね、しなきゃって思うよね。うーん、でもまあ優しいさ、みんな聞いてくれてる人。そうだよね、うん、大丈夫だよ。人の話聞くの得意なんだもんね。うん、そうだよ、ね、全然聞いてないもん。特技だからねそれで好きでやってるから、うん、好きなようにやろう。いろんなこと話そうよ。そうだね、せっかくの機会だしさ。そうだね、仲良くなりましょうね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。曲でーすチェルミコでバルーン。でも @tbs.co.jp 番組ツイッターのハッシュタグはひらがなで、でもまだテルミコのでもまだ土曜日。そう、さっき今曲前に私はラジオが好きってことをね、うんうん、一応話したんですけど、うん、レイチェルは何が好きなのかってここでやっぱ話してた。そうだよね、いいんじゃないですか。マミちゃんの情報はもう明らかにしたんだもんね、うんうん。何が好きって言うと難しいんだよね。でもほんとネットフリックスとか、うん、なんか TVer とか、うんうん、そういうスマホで見れるものが好きかな、うんうんうん。で最近ハマってんのが、うん、プロデュース1を。あ、これね一緒に見たこれレイチェルに教えてもらってさそうそうそう、ギャオで見れるんだけど、私こういうあの なんていうの、まあ、オーディション番組。そうそうそう、オーディション番組よあんまりこう、あんまり興味がなかったんですよ、うんうんうん、そうだよね。なんかマミちゃん、うん、基本リアリティショーあんまり好きじゃない。なんかバチェラーとかテラスハウスとか、とかあんまり見たことがなかったんだけど、見たことないもんね。まあでもレイチェルに教えられて、うんうん、あとそれこそさっきのニューヨークのラジオとか聞いてて、ニューヨークがさ、うんうん、すごい言ってたのよ、うん、これを。そうなんだ、話題にしてたんだ。あ、じゃあちょっと気になってはいたんだね。で、まあ、そのタイミングでレイチェルから言われたから、うんうん、でそれでレイチェルがうちに来るタイミングがあったんだよね。そうそう、なんか曲作ろうって言って、うん、2人でマミちゃんの家集まって、うん、でなんかその日本当はディズニーランドに行く予定で、でなんかマネージャーに、うん、兄貴って言うんですけど、うん、兄貴に通称兄貴ね。そう、スケジュール開けてもらったんだよね。もうすごいやりくりしてくれて、そうそうそう、お休みにしてくれたんだけど、うん、その曲作り終わったら、うん、なんかご飯食べたいねってなって、うん、でハンバーガー食べて、 そうだね、そしたらお腹いっぱいになっちゃって、うん、動けないねってなって、ちょっとじゃあワンオンワン見ながら休憩して、うん、お腹落ち着いたらディズニー行こうって言ってた、ね、まだディズニーはそこであったもんね。そう、まだあったあのちゃんと帽子というかあれも持ってきてたし、うんうん、そうだね、うん、行く気満々だったけど、見始めたらもう、いやこれびっくりした、本当に面白かった。面白いんだよね。すごいね、うん、男性アイドルとかさ、うん、まあ、女性もなんですけど、私応援したこととかもあんまりなくて、うん、私も男性アイドルなかったな。なんだろうね、なんかさ、もう見た瞬間に、うん、もう10分15分ぐらいで、うん、マミちゃん号泣してたもんね。泣いちゃったよ本当に早くないって思って、感情移入がすごくて、だから嫌だったんだよそうなの、それ知ってたの。バチェラーもテラハも、うん、そういうリアリティショーは、うん、私絶対もうすぐ、うん、その人の気持ちに、うんうん、なっちゃうんですよ。なっちゃうんだね。だから避けてたんだ。そう避けてたけど、でも見始めたらやっぱ面白いし、うん、なぜかさ、ずっとさ、うん、なんていうの、研究生って言うんですけど、そのオーディション受けてる子の、うん、呼び名が、うん、研究生目線だったよね。研究生側だった、うん、なんで頑張れとかって応援する側なのよ、あれ見てる人って。大体普通にムカついてたし、トレーナーさんに。そうだよねそんな言い方しなくてもいいじゃんとかやっぱね、何なんだろうね、うん、
すごい、お、まあ、でも応援してた、すごく。そうだよね、一応我々もね、そのライブやったりとか、うん、ステージに立つ側ではあるから、うん、なんかまあ気合入ったりするし。そうだね、みんなすっごいね頑張ってんだよね。さ、 A B C D E F までだっけ、ランク。あ、 E 飛ばして A B C D F だね。なんで E ないの、ま、紛らわしいからじゃない、 B と。あ、そうなんだ、うん、わかんないけどそれそう、ランク付けするんだね、踊りと歌の実力をそのトレーナーの先生に見てもらって、うんうん、まあ、君は A かなとか、うんうんうん、あなたはちょっと実力足りないから F かなとか。ショックだよね。そうだよね、自分の実力を人にランク付けされるのって ね、うちら F だよね。ね、 F だよラジオも F だもん今のところダメだね。 A 目指したいよね。あれよ、だから三国志みたいなもんなのよ。こうそれぞれのドラマがあってさ、うん、あ、なんかリーダー気質の子がいたり、うんうんうん、まあ、歌がめちゃめちゃ上手かったりとかさ、あ、逆に歌はあれだけど、うんうん、ダンスがめちゃめちゃ得意とかさ、うん、そういうのがチームを組んでさ、三国志として見てたの。そうよ横山三国志ちょっと見方違うんじゃない。あれ、そうよ。そうなんだ、うん、三国志好きな人は絶対ハマるしワンオンは好きな人は三国志すごいハマる。あ、そうなんだ、うん、断言する。そうだから、どっちも知らない人はもうどっちかでもチェックしてほしいし、うん、まみちゃんも多分三国志好きだと思う。そうかな、うん、じゃあ三国志、うんうん、今度貸すね、うん、結構長いけど漫画のやつは長いんだな。はい、プロデュース1は分かっていただけましたでしょうか今年デビューのようなので、一回ぜひチェックしてみてください。はい、曲聴いてくださいいきなりチェルミコでイージーブリージー。難しいな、ラジオずっとそれしか言ってない、ね、いや、なんかね、自分たちだけで話すみたいなのが難しいの、ね、だからその、うん、メール、うんうん、はがき、あー、そうだね、とかないと、うん、ハッシュタグとか、うん、ちょっと言って。アドレスは demo@tbs.co.jp demo@tbs.co.jp。 番組ツイッターのハッシュタグはひらがなで、でもまだ4文字です。お願いします。はーい、これでね、来たら少しはさ、会話が成立するよね。確かにね、話しやすくない？うん、話しやすい。なんかね、意見感想本当欲しいよね。うん、本当に。でも絶対に嫌なこと言わないでほしい。そうだね、それはあ、来てもいいけど、うん、あの泥棒さんに恥じってもらおう。そうだね、水野さん、私たちには届かないようにしてもらおう本当に見ないようにしよう、見ないようにしようはい、TBS ラジオチェルミコのでもまだ土曜日、お別れの時間です。はい、そして私たちからお知らせです。イエイ、新曲 Easy Breezy 1月17日金曜日に配信開始です、うん、明日スタートのアニメ、明日ですよ。あ、もう明日か。映像圏には手を出すなの、うん、オープニングテーマです。マジかっこいいから、すごい、これ本当オープニング超かっこいいんですよ。素晴らしい、だから絶対に見てほしいね。はい、であとチェルミコの感謝祭ツアー2020、はい、東京は EX シアター5月15日の金曜日にありますので、よかったらお願いします。はい、はい、遊びに来てください。うん、ということで、そうだね、本当に。ちょっとごめん、何、最後にもう一つ大切なお知らせがあります。何ですか。この番組実は3ヶ月限定です。嘘だねそんなこと知らないね。ずーっとだよね、永遠だと思ってたよね3ヶ月なのだから、このさ、第1回目の出来が結構大事で、うん、1回目ってやっぱ聞かれるでしょ、きっと。そうだね、あと、もうずーっとずーっと聞かれるもんね、うん、ずーっとだから大事だったんだけど、大丈夫だったかな、まあ、まあでもこっからだよね、こっからなんで、あの短い期間ですけど、これからよろしくお願いします。はい、ではまた来週の土曜日に、チェルミコのレイチェルとマミコでした。バイバイいいのかな、これね。もうずっとわかんないラジオわかんない。